両チームの選手がピッチに入場してきました。伊藤、小屋、伊佐がサポート入ってワンタッチで右、伊藤です。中川のクロスこぼれてきて高畑、シュートが来た。高畑決めました。見事な左足。綺麗に当てました高畑啓太。うまく左足のね、ちょっとアウトサイド気味ですかね、はい、高い見ながら小林も、ね、今度は長いボール高畑へ繋がりそう。高畑中、伊佐が来る。伊佐のところヘッド。一本の長いボールでね、背後と高畑がね取ってからワンタッチでいましたけど、ニアでね潰れましたね。伊佐が背後狙ってる。原一輝のクリア狙ってた中川、預けて小屋中川が真ん中、狭いとこ割ってきましたが、ね、はいはい、今伊佐のところはそうですけど、小屋がキープして裏に抜け出したところをね、中川シュートしてるんですけどワンツーで抜け出しようとしたんですよね。あ、ディフレクションあって最後触って熊谷、サウダーにはワンタッチ、ね、ミキ外、末吉後ろでミキ、ミキのシュートだ。イメージはもう完璧、頭の中入ってましたね、はい、少しこうインサイドで巻いてファーサイドですか、はい、ショーダー、そして野村も立ってます。下田北斗、下田北斗、ビューティフルフリーキック、ポスト叩いてゴールイン。大きな追加点が来ました大分。まあ、少しかなり曲がってると思いますよね、はい、ポスト当たりましたけどうまくゴールに入りましたよね。多分1回目の多分フリーキックと近いんである程度感覚はつかめてたと思うんですよね、はい、ちょっと、まあ、本来のプレーができないというのがあると思いますよね、はい、変わって入った選手が狙っている。藤本2対1になる。藤本自分で行って藤本、途中出場藤本、大分3点目。藤本も J 初ゴール。最後は冷静にね右に決めましたね、はい、やっぱりあのインターセプト狙ってたところはが全てだと思いますよね、はい、熊谷アンドリュー入れてくる。真ん中田口がせる、こぼれてサウダーニャ、ボレーシュート、クリア、まだあります。鈴木大輔、こぼれた田口、田口のキックにや流れてくる、クリア、ここで試合終了です。アウェーの大分0対3、3試合ぶりの勝利、若い選手たちが躍動しました。